当にありがとうございます。2001年の秋、16歳のバスケ少年が日本に来て22年の月日が経ち、今日来てくれたファンの皆さんはもちろんのこと、どんな時でも支えてくれた家族、仲間たち、そして同じ時代に戦ってきたライバルたちに感謝の気持ち伝えたいと思います。ありがとうございます。相撲のおかげで今日の自分があります。今度は恩返しするのが私の役目ですので、将来一日でも早く協会の看板を背負って立っていく力士たちを育てていきたいと思います。そして大相撲がこれからも永遠に続いていけるように一生懸命努力してまいりたいと思います。本日は誠にありがとうございました。本日はご来場いただきまして、ありがとうございます。